ございます。お願いします。この格好のまんまからインタビューですか？あ、大丈夫です。やっぱり雰囲気が。テーマは何でしょう？聞いてください。スーツが入らなかったからワンピースになっちゃったというやむを得ない事情もあったそう、体土とかがっちりになって。そうです、そうです。なんとでこれは黒いスーツで来る予定だったんですけど、うん、ちょっと怪しいなと思って、うん、一昨日ぐらいの夜着てみたら案の定入んなかった入んねーと思って。でそれは邪魔ですよね、ちょっと避けますか、うん。ある意味トレーニングをしっかり、一時腰をだいぶ悪くして。そうですね。じゃあその、まあ、ある意味はもちろんこの体を鍛え上げている、まだ途上というか。そうですね、うん、ちょっと今の増量期したり、うん、こう減らしたりとか、体重のいろいろちょっと体をいじってるっていうか、うん、あの改造中なので、シーズンに向けてもう入っていくんですけど、うん、ちょっと今だいぶ大きいので着てく予定だった黒いスーツが入んなかったんです、うん、でそれでもうちょっと今からじゃ落とさないといけない。まあそうですね、ほぼで完成はしてるんですけど、うん、1キロぐらい落とす感じですかね、うん、その、まあ、中でですね、やっぱりドリームレースは大きい大会というか、やっぱり選ばれてどうでした？正直まあ、言ってもアルテミス選ばれるかな、うん、選んでもらえるのかな、どうかなって思ってたところだったので、あの一番上のガールズドリームに入れたのはちょっと、うん、自分でもちょっと驚いてました。それこそ去年のシーズンとかで世界で結果を出したり、いろんなことが、まあ、見てくれている人がいるんだなという大きさが、うん、そうですね、やっぱあのガールズ競輪の方でちょっと不甲斐ないレースが多かったりとか、結果がついてこないっていう中での7位だったので、やっぱり競技の方の、あの結果っていうのを見てもらっているんだなっていうのはすごく実感しましたし、それにプラスでやっぱり両方とも応援してくれてる方っていうのが多いんだなっていうのをすごい思いました。その分走りであり結果でありというのをここでどんな形で出せればという。やっぱり今回に関しては本当に結果ももちろん求めてますし、なんだろうな、もちろん全然負けてもいいやなんて思ってないので、うん、すごい強いメンバーが揃ってますけど、その中でも自分の力をいいように発揮して、いいレースをしてしっかり優勝を目指して頑張りたいと思ってます。ファンに新しい時代を伝えるような一撃を。そうですね、私だけがちょっと今回いつもと違うメンバー、これもここまで違うメンバーだと思うので、うん、タイトル持ってないのも私だけですし、まあそういった面ではプレッシャーはないのかなと思いますけど、逆方向から言えば日本代表だからっていうこともあるし、うん、まあ挑戦者でありやっぱり日本代表であるっていう自覚をしっかり持って戦えればなと思います。頑張って。はい、ありがとう。ある意味そのウェアと違ってこの格好のかっこよさがある、まあ、ここまでの似合うしかないか、諦めました、私はふくらはぎいいんです、これで、まあ